歯科医師会では8020運動というのを展開しています。これは80歳で20本の歯を残そうというふうにことなんですが、なぜ20本かというと、20本歯が残っているとですね、自分の歯でしっかり食べていける、このしっかり食べていけるっていうことが、生活の質を上げることにもなりますし、寿命を伸ばすことにもつながっています。そして、歯があればあるほど将来的な医療費というのは、安く済むということが、調査で分かっています。そのためには、日頃から歯医師さん、行きつけの歯医師さんを、持っていて、メンテナンスに定期的に通うということが大事になってきます。やはり痛くなったら行くというスタイルでは、治療が後手になってしまい、歯を抜かないといけないとか、そういう事態になることもございますので、できるだけ早い段階、自分が気づかない段階で、メンテナンスで気づいていただける、そういうことも大事だと思いますし、最終的にはセルフケアが大事になってきます。歯医者さんに定期検診で行ったとしても、数ヶ月に1回ですから、それで、いい状態をキープできるわけではないです。日頃の自分のセルフケアが、非常に大切になってきます。ただそのセルフケアっていうのを我流でやってもなかなかうまくならないので、歯医師さんに定期検診に通いながら、そのセルフケアのレベルを上げていただいて、自分自身でしっかりと、コントロールできるようになっていただくことが、80歳になっても20本の歯が残ることにつながると思います。